地中海見栄えは、ハエ目、見栄え科に属するハエの一種。主に植物を加害する見栄えの一種で、数多くの果物、野菜を害する害虫であるため、世界各地で非常に警戒されている。成虫の体長は4.0から5.5ミリメートル前後、羽と胸の部分にモザイク状の文様がある。柑橘類、桃、ビワ、リンゴ、ブドウ、パパイヤ、グアバ、コーヒー、 ウリ類、ナスなど極めて多くの生亀、火災類に産卵生まれた幼虫が果肉部分を食い荒らす。この虫が果実に寄生すると腐敗、落下し、ひどい場合には収穫皆無となるほどの被害をもたらす。このため、日本においても地中海見栄え発生国からこの機種となる植物や果実を持ち込むことが植物防疫法により規制されている。もともとは、 アフリカ原産であるが、1842年までに、スペインから中近東にかけて生息域を拡大、その後オーストラリア、南アメリカ、さらにはハワイ諸島に定着した。アメリカ合衆国本土にもたびたび侵入しているが、1929年、フロリダに侵入した際には、アメリカ農務省は、すべての農産物の週間輸送を禁止し、600万ドルもの予算を費やす。 大規模殺虫剤散布事業を実行して根絶に成功した。現在では放射線照射により生殖能力を奪った不妊虫を放し侵入を未然に防ぐ不妊虫放し外法が継続して行われている。ありがとうございます。